鎧映えは早め、鎧映え科に分類される昆虫の総称。大きく発達した子立て板が背中を覆うため、一見昆虫類のような姿の変わったハエである。主に、エチオピア区と東洋区に分布する熱帯系のトガで、世界からおよそ100種ほどが知られる。日本からの報告は少なく、津島から記録されたスパニアセリフィスピロッサステノリオ、1972ほか、 わずかな報告があるだけである。体長は3から8ミリメートル程度。大きく発達した小立ていたが背中を覆う甲羅のようになっているのが最大の特徴である。また他のハエ類に比べると体表に毛が少なく、全体に光沢に富んでいるのが普通である。そのためハムシやテントウムシなどの甲虫類に似た外観を持ち、A 名もビートルフライズという。 他のハエ目昆虫と同様に羽は2枚あるが、飛ぶと金以外は甲羅の下にしまっている。生態についてはあまり詳しいことは分かっていない。成虫は沢や川沿い、あるいは湿度の高い草地などで見られることが多い。幼虫は腐食性で、植物以外を食べるとされる。線は2種の生活史を報告している。独立のトガとはせず、シマバエ科のうちの特殊化した一群とみなして、 その赤とする考え方もある。最近では、ユリコロウミデイカの姉妹軍とし、鎧場エカとユリコロウミデイカを合わせた軍を、島場エカの姉妹軍とする考え方もある。鎧場エカサラフィデイ上記の分類はノルウェー語版に、従ったが、ここでア族されているものを独立の族とする考え方もある。1000、SK1921、ノーツ、オンザライフ。 ヒストリーオブツースピーシーズオブサラフィデイレポートオブザプロシーリングスオブザフォースエンタマロジェクルミーティングアットプサ1921 293から97グリフィス GCD1972 ザファイロゲネティッククラセファケーションオブディプテラサイクラアルファウィズスペシャルレファレンスツーザストラクチャーオブザメールポスタブデマンシリーズエンタマロジェカ8 W ジャンク ザハグえ 340pp ザツリーオブライフウェブプロジェクトロックシニーイディアありがとうございます